トヨタ暴食が試験成功、注力変化でレタス増量。生育への影響が確認されたのは、月と太陽が地球に及ぼす引力や天文間の遠心力によって生じる微張力と呼ばれる力。天体の位置関係で常に変化しており、潮の導きを生み出すほか、重力や気圧の変化をもたらしている。同社はこのうち地球上のどこでも重力が一定の周期で上下する現象に注目。変化の幅は人は感じず、日常生活に影響のない程度だが、チンゲンサイや白犬ナズナなどで実験を繰り返した結果、重力が下がっていくタイミングに施設の照明を消して夜の環境を作ると、成長が早くなることを確認した。同社は内装材の一部に一年草のケナフを使用しており、品種改良など植物分野の研究を重視してきた。今回の発見もケナフの効率的な栽培法の検討がきっかけで、引力など変化に着目。2013年から野菜などでの研究を本格化させた。16年からは植物工場を手掛ける小林クリエイトと共同でレタスの試験栽培に着手した。重さは品種で違いがあり、最大で 24% 少なかった品種でも 9% 増えた。大きさは見た目でも分かるほど変化があったほか、みずみずしさが増して日持ちが良くなったという。ただ現時点では現象面の確認にとどまる。葉の裏側にある気候の働きや細胞の水分の状態、気圧など様々要因が考えられ、新領域開拓部の田畑グループ長は、今いろいろな仮説を潰している段階で、解明には少し時間がかかると話す。将来的に植物工場などで本格利用も視野に入れるが、当面は基礎研究を重視する。気候専務は、原理が解明されれば世界の食料不足問題にも貢献できる